どうもゴピです。さあ今回前回のリベンジします。いきます。さあパーティーはね変わってないんですけど、はい、変わってないんですけど変わってないです。はい、すいません。ねもうとにかく勝ちます。はい、さっき、まあさっきっていうか前回ね、うん、ちょっとさっきの動画撮った後またすぐ撮ってんだけど、あのね、いやいけるんだよ普通に。いけそう。なんか多次元より難しいとか言ったけど、普通に多次元の方が難しいわ。うん、いやいけるんですよこのダンジョン普通にやってれば。もうや負けまくって、ちょっとだいぶね僕もね学習してきたんで、その辺ね火力調整だとか、うん、その辺学習してきたんで多分今回いけます普通に。てか絶対勝ちます。はい、勝つんで安心してみてください。よし。いや別にさ、このダンジョンにさ別に順応する必要はないんだけどね。だって周回しないからこんなダンジョン。まあオルファリオンデスファリオンね、まあ僕まだ作ってないんですけど、まあ作りたいっていう気持ちはなきにしもあらずなんですけど、はい、まあ別にねそんななんか作れなかったからといって別にそんななんか問題があるわけでもないし、はい、てか何気に今無効貫通組むべきだったな。ちょっと変換しといてくれや。あーもうこいつらほんと話が通じないアホなやつらなんだね。オッケー、もうそういうやつにはね制裁を加えないといけないですね。マジでやばい、操作時間が追いつかないかも。ちょっ、なんかの手違い倒してください。よし、あぶね。でまあ正直このパーティーだとやっぱ2階がね一番やばいね本当に。こいつ左がねマジでおかしいから。これあのなんかちょっとごめんね、ちょっと動画冒頭さねパーティーの紹介もせずに言ったけど、そう前回とね編成変えてないんですよ。ご覧のような感じですね。はい、緑オーディン10連ガチャドラ、チャコール10連ガチャドラで猪之助10連ね。 OK、 そういう編成です。はい、でそうここなんだけど、あれだね多分まあワンパンね超根性あるから絶対できないんだけど、その後もねやっぱどうしてもちょっと残っちゃう部分があるんですよ。でちょっとね回復がねできれば4セットプラスもう1セット回復組めるような盤面にしないといけない。でまあここ今シーフ使えないか、これは回復がね一応追いつくんですよこれで、うん、だからここは まず普通に削っていきましょう。そう回復ね2セットないとね4ゲシ組んでもね追いつかないんだよね。そうだからちょっとここはねこうやって回復しっかり組んであげて、でちょっとここ根性いってほしいな。いくか。いや防御なんでお前地味にあるんや。あ、なんであるんだ。これね多分回復追いつかないんで、これねずこ使えますか。やっぱねずこの回復こういうところにね生きてくるはずなんですよ。でちょっとここはねコンボ数稼ぐために無効感とかはせずに、うん、ちょっと回復力ほんと怖いんで、普通に、これでいきましょう。平積み。ただ、コンボ数、やべ、俺のコンボ数がいかれてる。いやー、もう、そんなんだったら最初からさ、無効貫通組んだ方が よかったっすね。はい。すいません。ただ、根性は？え、いってねえのかよ。まあ、ちょっとここさすがに、ごめんなさいね。もうさっきから僕のパズルがね、下手くそで下手くそで、本当に。申し訳ないですね。マジで。もう、あのね僕のレベルはね本当にこの程度なんです。許してください。うん、本当にこの程度なんですよ。 OK。 なんかこの場面普通に倒せそうだな。さすがに火2セットあれば。ただ場面10コンボいけるか。まあいけるよね多分おそらく。いやちょっとシールフねコンボ加算少ないからやっぱこういう心配をしないといけないっていう、なかなかね難しいリーダーなんですよ。はい、まあただこれはさすがにね倒していけると思うんで、はい、まあここはしっかりね無効貫組んでおさらば。よし、2階がね多分一番鬼門ですねこのパーティーだと。でここはしっかり、じゃあしょっぱなだな。ここはうんしょっぱなバル使おう。まあ気球車はね全く関係ないんでこれやって、で無効貫組めばよくないですか。ちょっとね、だいぶ立ち回りがね、確立してきたね。まあ、それはね、いいことですよ。OK。あぶね、左ターゲットちょっとすっかり忘れてたな。ただ、これをさ、しっかり耐えてくるのがね、こいつの恐ろしさ。うん。で、ここは、無効貫プラス非2セット、もう1セットは
一応色あるか。ありますね。本当に？あるね、オッケー。じゃあここはまあ普通にまずやっていこうか。よし、オッケー。さあ今回は一発でしっかりね、この序盤3階のね、この理不尽ゾーンをねしっかり超えていきました。はい、コードターンが勝手に速くなる理不尽ゾーンね、超えていきましたんで、ちょっとこっからねどん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 行ってきますよ。でまあもうこの辺さ、マジでミリ調整がやばいんだよね、ミリ残し発狂が。本当にね、それがすごい理不尽なね、まあエリアなんですけども、ここもしっかり、まあ火と水の全体攻撃、まあかけて、OK。まあこれでまずしっかり殴っていきましょう。うわー、なんかその火落ち込み逆に怖いな。あ、もうほら、また来た。始まった。はっ、ざまあ見やがれ。さあ行くぞ。まあもうこの辺はね、もうだいぶまあ分かってますんでね、いろいろと。ここだからねずこ使ってシーフ使って暗闇をまず解除するんでしょ。まあこの辺はだんだんルーティン化されてきたね。まあこの調子よ、この調子でちょっと後半もね頑張っていきたいわけですよ。ちょっとねグランディスがね、やっぱ本当に段違いにやばいわ。うわ、しかもここなんか失敗したわ。あのねグランディスがね、やっぱちょっとキー以外だと普通にまずいんだよね。ちょっとねあっこどうしようか、ちょっと未だになんか悩んでるというかね、迷いがあるというかね、ちょっと難しいんですよあそこ。一旦ねちょっと暗闇がねもう見えづらいんで、ちょっと一旦これ解除しといて。いやもうこういうところも丁寧にやっていかんとマジで死ぬからね、このダンジョン。マジでね、本当に殺す気しかないから、このダンジョン。やばいからね。終わってんだよ。マジで。この世のパズドラ界の理不尽要素をすべて盛り込んだね、本当にもう、ちょっと正直言っていい？もうクソダンジョンです。はい、本当に。本当の意味でのクソダンジョンです。もう俺ははっきりと言い切るよ。ちょっとそのクソダンジョンにはね、やっぱ勝っていかないといけないわけですよ。ね。こういうね、高難易度のね、理不尽ダンジョンにも勝っていかないとね、やっぱり、ね、越頂たるものの、やっぱそのね、名前というか、あれが汚れてしまうからね。そう、越頂もね、やっぱり修正前はこんな感じでね、やばいダンジョンだったんですよ、越頂も。今となってはね、なんか発狂ライン調整されてね。まあ、ぬるゲーとまでは言わないけど、だいぶ、まあ、よくはなったからね、一応あのダンジョンも。ちょっとここさすがに、なんか使うわ。これマグニト使うわ、ちょっと。ちょっとそろそろね、怖いんですよ、いろいろと。ね。なんか、またさっきみたいな悪夢を繰り返す可能性があるから。ね、まあ、前回のね、動画見てもらった人はわかると思うんだけど、あのシーンとかまさにさ、ね、挑戦のシーン。あれやばかったよね、本当に。まあ、やばかったよねつっても、典型的なね、ミリ残し発狂のシーンなんだけど、もうなんか改めて見るとさ、すごいね、ある意味美しいよね、あの残し方って。本当に。もうマジで、やばいんだよな。本当にね、このダンジョンやってると、このダンジョンの不満しか出てこない。で、なんかもう、ちょっとこうさ、無効感来んだけどさ、なんかまた、怖いな、やらかすなよ。おかしくない？あ、出た、リミットバースト。おかしい。しゃあ。もう、無効感組むのが怖くなるね、こんなことされちゃうとね、マジで。もう、本当に体に悪い。なんだこのストレスダンジョンは。ストレスフリーとかじゃねえよ。ストレス製造ダンジョン。いやー、ここもさ、だってさ、何が起きるかわからんよ。あ、でもなんか調べてみたら、左のやつはなんか右残し発狂ないらしいわ。じゃあ、ちょっと、そうか、じゃあ右はそんな、あ、右じゃない、左はそんな気にしなくていいのか。右のやつを、ちょっと削ってから、飛ばせばいいか。こいつ一旦殴ろう。
こいつ一旦ちょっと殴って、うわ何それ、あでもありがとう、いや全然ありがとうじゃねえ、何がありがとうや、ボケナスが。マグニート使います。まあまあでもこんだけ削っていけば多分大丈夫でしょう。これでいいか、 OK。 いやまあこれでさすがに突破できるか。でこのザコラッシュはここで終わりだよね。うん、これで終わりですね。はい、もうこれ本当にいらん、マジでザコ敵の発狂マジで廃止しろな、本気でいらないからそれ。でこれ確か気球種だよねこの人。でこいつはね多分絶対抜けねえわこのパーティーだと。だからこれはもう嫌でもバルキリーを使わされるやつですね。はい、まあ全然構いませんけど、とりあえずじゃあだからまずちょっと間違ってもね行動ターンが変わってね、変わられちゃうと困るんで、いや怖いな。 OK、 でバル使いましょう。 OK、 まあ多分ねどうせ貫通できないと思う。まあ落ち込み次第だけど、多分ねさすがにカンスト火力この制限下で出せる、俺出せないと思うんだけどな。まあ一応ちょっとこれで一旦殴って、はい、水目覚めが暴れちゃう、あーやっぱ削れないね。でなんかねダンダンダンって飛ばしてくんだよ。 OK、 であとはもう普通に固定で倒せば OK ですね。はい、やっぱバルが優秀だね本当に。なんか転生進化のねコストのあれじゃん、リセットされるじゃん確か進化前のやつに、それがねめっちゃでかいと思うこれ。そうおかげでねやっぱバルキリーレベル上がりやすくなったから、いやこれはねマジででかいよ。 OK、 さあ9回、あーお前は前回も戦ったな確か。こいつはねなんか無効感組むとねちょうど半分ぐらいなんだよね大体。でここはネズコ使って、なんかねちょうど半分ぐらいだった気がするんだよなこの削りが。まあとは言ってもやっぱまずはね最初はしっかりこれでね殴っていくわけですよ。まあこれ回復はね満タンまでいかないけど、まあネズコのね回復もあるし、まあなんなら落ち込むって、ああただそれ待って、闇落ち込む逆に怖くない、あー怖っ、あーもう今ミリ残しするかと思った。お前心臓に悪いからやめてそれ。家具土が来たか、家具土は何をしてくんの、ロック、あーロックマンだ、ロックマンと連続攻撃、あと HP をちょっと回復する行動があるのか、なるほど。まあそれ以外は特に変わったことはしてこないか。まあだったら、あただ無効感が組みづらいのかそれやられちゃうと。じゃちょっと待って、嘘でしょ、欠損してんだけど、いや、あーでも耐えれるわこいつ、ダメージそんなでかくないわ。あ、オッケーオッケーオッケー、いやもう今ちょっとマジで詰んだかと思ったけど違うわ、こいつダメージそんなでかくないわ、耐えれるわ軽減はんなくても。おいマジで怖いからやめてくれ本当に頼むで。うん耐えれるね、オッケー、あーならいいや、ならいいけど、だからこいつもさミリ残し怖いんだけど、もう全部の敵そうじゃねえかよ。いやダメだ、やっぱ神秘の次元のさあれに、やっぱ発狂ラインのさあれに慣れちゃうとさ、いやもうこの辺の調整一気に怖くなるしむずいし、いやだってさこれね今はさ普通になんか削ってるけどさ、あの本当にさ特殊ダンジョンだからさ、これその落ち込み次第でさやっぱ変わっちゃうんだよね本当に火力が。そう普通に使ってたらさ別にもうね無効感とか組んどきゃもう勝手にカンストするからさそんな心配しなくていいんだけど、このダンジョンだと落ち込みによってさ火力がさすごい変わってくるからさ、いやマジでね難しいんだよね本当に。まあ、ちょっと一旦これもう無効感なしで削って、うんでねまた全ロックやってくるらしい。 1.5 が上がって、うんそうだね、だからまあちょっとこれは一旦あれだな、うわただあー待って待って、ここあれだ、闇だ、闇ドロップであれしよう、ロック解除、うん闇ドロップでロック解除して火は温存で、ちょっと頼むからなんかあ変なことすんな、いやロック
ックはやめろって言ってたのを覚えてますね。これどうしよう。いや、バルキリーは使いたくないんですよね。もうなんかさ、光ドロップピンポイントでロックしてくるね、お前。嫌がらせの天才じゃねえかよ。ちょっと、まだ、ちょっとここはまだ一旦待とう。でさ、この男女神秘の次元とかでもないくせにさ、なんかしっかりね、こいつらに6ターン8強がね、備わってるんですよね。そう、神秘の次元もどきなんですよ、このダンジョンって。ちょ、ロックやめて。お前、お前。マジか。いや、ちょっとこれ、あれだな。マグニート使うか。いや、ただこの次の回でルーレット飛んでくんだよな。バル使うか。じゃあもうしょうがねえ。なんでこんなところで使わんといかんのや。しかも盤面めっちゃいいし、なんやこれ。まあしょうがない。そしたら次の回で5ターンの耐久が必要になるね。うわー、ちょっとお前初めてだ。お前何やってくんの。なんだ、毒お邪魔生成を繰り返してくるやつか。あー、なるほどね。まあお前別に大したことないな、だったら。うん、じゃあこいつ、あー、てかこの回多分こいつが一番楽だな。なるほどね、オッケーオッケー。うん、なんか毒生成とお邪魔生成やってくる敵らしいです。はい。うん、ちょっとここね、次の回でっかい先生飛んでくるんで、ちょっとここバルキリー使って突破したいんでね。まあ一旦ちょっとバルキリー溜まるまで耐久します。よし、じゃあバル溜まったんで使いましょうか。これ使って、で無効貫訓練飛ばします。よっしゃ、行くぜ。いや、ここ結構敵の引き良かったんじゃない。ちょっとこの調子で、じゃあこの後もよろしく頼んますわ。じゃあね、お願いします。で、次の回誰がいいんだろうな。俺次の回まだゴーザンゼとしか当たったことないんだよね。ちょっと他のキャラ知らないんですけど。お前はなんだ、光吸収とかやってくるキャラ違うか。あ、光花火か。ちょっと待って、あれ。待って、なんだこいつ。待って、こいつやべえ。違う、ちょ待って、なんでマグニート、うわやべえ、マグニート裏溜まってるし、やば。これまずくね。ちょっと待って、こいつやばいわ。待って、これちょっとマグニート、うっそ、なんでこれ、やべえ。いやー、空打ちすればよかったこれ。いや、これちょっと待って。それ大丈夫なやつだ。よかった。なんかもう一個がね、盤面光花火にしてくるやつがあるだけど、それがさ、いや、マジでこいつ、ちょっと待って、こいつやべえ、こいつ。いや、こいつの行動パターンいかれてんだけど。嘘でしょ。何こいつ、光花火で、なんかね、やってくるらしい、普通に。先生だけじゃなくて、なんか普通にやってくるらしい、こういう行動。こいつやばいかもしれん。これ一番ハズレ引いたかも。違うのかな。なんかそういうコードあるね。いや、てか、しかもさ、これ光ロックやばくない普通に。いや、こいつ本気でやばい敵かもしれん。これやばいな。これ一番ハズレキャラだ、これ間違いなく。あれ、でもロックしかしてこないな。なんか全ドロップを光に変化っていうコードがあるらしいんだけどね。いや、ちょっと待って、これでもさ、いずれにしろちょっとここバルキリー使うべきじゃないか。いや、でも盤面悪いな。ちょっと待って、ね、まあちょっともう一旦待とうか、もう一旦。いや、もう一旦待ってたらまたあれやってくんのかな。なんか光花火のね、ギミックはあるらしいんだよな、こいつ。やってこんね。まあやってこないならもう倒すわ、じゃあ。うん、ここバルキー使う。こいつね、半分切るとね、なんか発狂してくるらしい。頭おかしいでしょ。それでもなんだ、俺が見てるこのページが違うのかな、情報が。ちょっとわかんないけど、なんか、とにかく頭おかしいことやってくるらしいです。うん、ちょっともうそんな危険なやつとはね、ちょっと長いこと戦いたくないんで、ちょっとここ突破しますね、OK。
あぶねー。あーで稲姫は前回も会いましたね。この人はこの人は半分切ると吸収なんで、まあ、これははい、板半分まで削ってで吸収はこの伊之助武器使います。でそう前回この次のキャラにねミリ残し発揮をして負けたんすよ。マジで悔しい本当に。あんな余計なさ落ち込んがなければ全く。落ち込んってさ本当に味方してくれないよね。あーでもなんかこの盤面で倒せそうだな。どうしよう。まあ倒せるんだったらもう倒してもいいけど、ただいずれにしろ根津子はもう次の回でちょっと使ってしまいたいから、あーまあ次の回じゃなくてもグラティスの回でも使えるか一応。うーんまあただどうしよう。いやもうあだあいやもうウルトラマン使うか。ウルトラマン空打ちしてちょっとこいつね本人のスキルも一応強いから普通に、うん、空打ちしといてでここは普通に倒そう。じゃあでもデスファリオン来たら、でもそうか、いずれにしろこれ使うか。デスファリオン、まあ確かに、まあでもそれはまあちょっと5000、なね、うん、5000来てからの話だ、それは。うん。まあここは一旦倒して、で、ああ、お前か、お前はね、回復じゃねえ、光花火してくるでしょ。ですよね。で、これね、威嚇通るんですよ、この人たち。なんで、これ使いましょう。うわ待ってここ倒してほしくなかったかも。待ってこいつやばくない？あれあこれ終わったか。いや待て落ち着け。いやまだ終わってないはず。うわただ根津子これここで使えないの痛くねえかこれちょっと。いやーこれバル使うか。うんバル使う。ここね軽減貼らないとね耐えれないんですよこいつのダメージ。うんちょっとここ一旦バル使う。でそう前回こいつにね負けて終わったんだけど、こいつねこの次回復花火だ。いやちょっと回復花火見落としてたわ。回復消せないだけかと思ったんだけどね、回復花火してくるらしいから、ここねまだマグニト使えません。いやちょっと前回それを見落としとったわマジで。まあ俺のミスだねあれはさすがに。ただちょっとここねちょっとできれば、うんちょっとヒドロップでなるべく拾っとくか。うん、こんなんでいいわ、一旦。で、火力上がって、回復花火でしょ。で、回復消せないが飛んでくるんで。で、まあ、ここはね、まだいいんですよ。こっからは普通に殴っていけばいいんだけど、あ、ただ待って。うわ、これさ、こいつ HP3600 万でさ、これ固定追い打ち6回で倒せんだけど、今さ、ダメージ入ってないじゃん。ってことはさ、これ自力で一回こいつを倒さないといけないんだ。うわーやばいなそれ。めっちゃ難しいじゃん。いやめちゃくちゃ難しいこと要求されてる。ただもう水属性のうちはね絶対これ削れないから、もうこれいや組んでいくしかないんだよね。いやてかこれさ圧倒的水グランディス外れじゃないこれ。もうこうしていくしかないんだよね。これでじりじり削っていくしかないっていう。で毎ターンねランダム一色で消せないやってくるんで、これだからさもう火水どちらか片方一方やられたらもうその瞬間終わりっていう。なかなか面白いでしょ。これやばいよね。究極の運ゲーだよねマジで。これもしかしてさシーフルフあんま適性ないのかな、もしかして。うわー水消せないやってきた。こうなるとまずいんですよ。こうなるともうこれまずそもそもね火水同時消ししないとこいつの攻撃多分耐えれないから。いや終わってるわマジでこいつ。いや本気で終わっとるわ。もうこれ根津子使うしかないんですよ。でこの次火か水どっちかの消せないやられたら負けです。さあ2分の1あじゃあ5分の2か。 OK。 いやこれいける。ここねマグニット使います。ここ貫通させます。貫通して倒せれば OK です。
もうバルキリーが上限解放できたんで、これで、うん、100人いってるからね。これで超覚醒が発動するんで、バルキリーがしっかり削ってくれれば絶対いける。そう、バルキリーが15億出せば貫通ができるんですよね。よし、いや、行くぞ。は、なんで向こうがなってない、嘘、は、なんで向こうがなってない、いや、ちょ、いけずれ、いや、その落ち込みはいける、あぶなぁ。やばいって、マジで。で、ここは、ここ、ねずこがあと2ターンか。まあ、ここは耐久だね。うん、普通にこいつはね、ダメージ優しいから、ダメージ優しいし、特に何もしてこないんで、ここ一旦耐久ですね。そう、ジャミングやってくんだよね、ジャミング。なんか目覚めとかね、ちょっと鬱陶しいことはやってくるけど、そんな大したことはやってこないんで。いや、これさ、マジでさ、水グランディス突破できたのでかくない？マジででかいでしょ。で、ここねずこ使おう。これであと一旦耐久して、で、削ってこうか。こいつはね、何歩だったかな？何歩か削ると、カウントダウンタイムが始まるんですよね。いや、毒痛いけど大丈夫か。OK。ジャミングね。ジャミングをね、ただやってくるだけっていう。OK。まあ、ここは一旦あれだな。ロック解除して。OK。しっかりね、4ゲシ組んで、ここは回復しっかりしよっか。よしよしよし、もうここまで来たら絶対勝つぞ、マジで。 OK。 うん、ジャミングね。で、ここはね、まずちょっと待って、ちょっと行動パターン確認しよう。うん、 75% 以下にすると HP 全回復、50% 立て全ロックと。で、そっからカウントダウンタイムが始まります。まあ、全ロック来るから、ちょっとここは盤面温存気味でいこうか。うん、なんかね、カウントダウンの最中もね、一応殴ってくるんだよね、こいつ。あ、まだ行ってないか。ここで 75% 来たね。うん。で、これで回復して、で、50% 立てね。で、全ロックと。まあ、ここはちょっとバル使っとくか。バル使って、まあ、一応ね、6体内で、まあ、倒せはすると思うんですけど、まあ、一応ね、うん。安全に、やっぱ突破したいんで、ちょっとここはバルで変換使って、まあ、少しでも削っておきましょう。いや、いけるぞ。いや、正直、ここまで来れば、本当にあとは、ボスの発狂にだけ本当気をつけたら、多分いける、絶対。絶対いける。うん、こうやってね、回復繰り返してくるけど、まあ、さすがにこの感じだと倒せるんで、全く問題ないでしょう。いや、もうマジで本気で難しいよ、このダンジョン。まあ、確かにさ、その多次元と違ってさ、なんか 100% 積みみたいな、そういう要素はないからさ、まだマシだけどさ、いや、それでもね、やっぱむずいよ、このダンジョン。本気でむずい。だってもうさ、ランダム要素多すぎるしね。ランダム要素多いしさ、光闇パだとね、吸収地獄だよ、本当に。 OK。 まあ、次か次ぐらいにいけるかな。で、まあ、最終的にやっぱレベルとしては、やっぱあれだね、ネズコとバルキリーはまあまあ、100。まあ、ネズコ最大で、あれか、バルは100だね。100ちゃんといってるから、まあそこは大丈夫そうだね、全然。ちょっと待ってね、ここ、マフニート使うから、なんか削りが怪しいな。やべ、コンボ下手くそすぎだろ。まあ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 、いいや、多分これ突破できるわ。オッケー。で、まあ、無難にオルファリオンがいいところですが、しっかりデスファリオン来た。ってことは、こいつはダメージ調整とかいうめんどくさい作業が必要になってくるな。いや、これ、めんどくさいけど、まあ、このパーティーそんなバカ力はね、出ないから、まあ、そんなに気にしなくていいかな。いや、でもバルキリーやっちゃうか、さすがに。で、あとそうだね、このウルトラマンダイナも貯めないといけないね。そうなると。オッケー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 。何こいつ、防御力もちょっとあるんだ。すごいな。
80% ってことはこれなんぼ5分の1ってことは20億かカンスト火力出さなければっていう感じか。なるほど。まあまあまあそういう感じでね、耐久はね絶対できるんで、火力4ゲシ組んでる限りは。まあちょっとそこじゃあとりあえず半分まで、まあ、頑張って削りましょう。ちょっとここで行っちゃっていいですかね。まあもしバルキリー仮になんかタイミングずれたら、あえてそのわざと吸収させてさ、なんかね調整すりゃいいから、一旦ちょっとここ削りに行くか。うん、バル使います。これただちょっと75盾状態だとさすがにね、組みすぎるとバル行っちゃうから、うわ難しいな。どんぐらいだろう。火3セットどうよ。火3セットだったら割といい感じじゃない。これでさあ10コンボ。あーそれはダメでしょさすがに。いやマジでやっちゃった。よしもう一回トライだ。もうここの調整めんどくさすぎだろマジで。ねこれ多分ね火2セット入れると多分バルキリーやっちゃうんだよね。うん、だから、火1セット。あ、火2セットなっちゃう。もう、下手くそすぎる。あ、だったらせめてさ、10個。あ、待って、よ、いった。あ、ナイス。あ、乾燥しないんだ、今ので。あ、なるほどね。あ、じゃあ逆に良かったわ。OK。で、これしっかり耐えて。で、これは、こっち使って、で、これ10連使うか。OK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 。で、これ使って、で、暗闇入ったんで、まあちょっと暗闇の解除もしていこうか。よしよしよし。まずは第1関門突破。いや、ちょっとデスファリオめんどくせえな、ほんとに。まあちょっと頑張ってこうや。あー回復欠損した。やばいみんな終わったわ。しかも落ち込んだし。あーして、いやマジで嘘でしょ。いや待てよ、ネズコの回復で追いつくかこれ。あーでもダメージがでかい攻撃やってこなかったらまだネズコの回復でワンチャン追いつくか。いやちょっとマジでもうちょっと本当にやめて、マジでもうちょっと本当にやだ、ここで負けたくない。ちょっと頼む。多分これ 90% 盾やってきてる、この今のやつの攻撃は多分一番でかいんだよね。ちょ頼むマジで。あーてか暗闇解除するの忘れた。それはあ、で、あ、で、待て、15万いける、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 いや待て勝てる。ここはこれ回復組みに行かない方がいいかな。これバル使うか。これバル使った方がいいかな。バル使ったら絶対耐えれるよな。これ回復追いつくかな。いややめよう、バル使うわ。で次もし回復の現象飛んできたらもう泣こ。はあ。待って、回復4ゲシ分ねえんだけど色が。いや待って、これここで倒せるか。いや色が、いや色渋すぎる。これ回復追いつかなくないこれ。いや追いつくか。まだ諦めちゃダメだね。そうだね、諦めちゃダメだここで。いや諦めない、回復追いついてお願いします。ちょっと追いついて、ここはちょっとここは頼む、マジでマジでお願い。あー危ねえ、よかった。うん、それは全然吸収されても構わないから OK。 はあ危ねえ。ネズコ使う、ネズコ。いや、いける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 。あと、発狂の調整だけ。発狂ラインの調整だけ。75盾来た。行くぞ、ここで倒そう。OK、じゃあここマグニト使って。で、イノスケ使って。で、シールフ。よし、これはいける、絶対勝てる、倒すぞ。もうこれでいい、これでいい。10個もいた。よし、うわやっと勝てた。やばいわこれ。
やっと勝てた。ごめん、多次元より難しいはさすがに嘘だけど、いやちょっとこれやばいわ、このダンジョン。こんなんさ、濃厚集会とかできるわけねえだろうが。で、何気に初ゲットね。あ、お前も初ゲットか。そうか、初クリア確かオルファリオンだったね、そういえば。いやこんなさ、こんなねえ、報酬でさ、誰が集会するねんって感じだよね。これさ、このね、あの上限、なんだっけ、潜在拡張かとキングタマドラが全部、まあそうだな、スーパーノエルとかだったらちょっとまだ考えるかもな。スーパーノエルちょっと俺マジで今ないからさ、ほら見て18体しかおらん、終わっとるだろ。いやーこれやばいわ。そういうわけで、まあなんとか濃紺できましたね。これはね、濃紺集会ちょっと僕無理だ。うん、無理です。いやこんな神経使うのさ、できるわけないじゃんね、っていう感じでした。はい、まあただね、あのこの編成自体はね、なんか結構割りながら割といい編成仕上がったかなって思ってる。うん、あのやっぱね、こいつ強いわ。やっぱり十字あってさ、毒王邪魔稼げるからね。いやこいつ良かったわ。普通に超覚醒じゃないっていうのがね、いいよね。ウルトラマン結構こういうね、なんか特殊系使えるかもしれない。であとバルキリーよ。このバルキリーがコスト30になったのがマジででかい。だってさ、これ見て、究極進化後はさ、これ40なんだよね。で多分これ、あのなんだっけ、アップデートの前だとさ、確かこれコスト50とかさ、60とかなかったっけ。多分そんぐらいだよね。いやこれもね、やっぱかなりでかい。まあだから、まあそういうのを含めてのね、この前の調整だよね。だからその転生進化とかね、その辺のあれが、コストがね軽くなったっていうのは、いやーやっぱそれのおかげでかいね。うん、そういうのなかったら俺多分ね、相当きつかったと思う、このダンジョン。いやーでもよかったわ、これでね、ひとまず、はい、パズドラにね存在している全てのダンジョンね、いや濃紺クリアできました。はい、というわけでもう行きません、もう二度といかん、濃紺でな、さよなら。